フルクサスは、リトアニア出身のデザイナー、建築家、ジョージマチューナスが提唱した、前衛芸術運動のこと。ラテン語で、流れる、変化する、下剤をかけるという意味を持つ。1960年代を代表する芸術運動として、ネオダダと並び称される。フルクサスマニフェスト、1963年、ジョージマチューナス作1962年9月に、 ジョージ・マチューナスが西ドイツのビースバーデン私立美術館でフルクサス国際現代音楽祭を企画したのがフルクサスの始まりとされている。このコンサートにはアリソン・ノールズ、ボルフ・ホステル、エメット・ウィリアムズ、ディック・ヒニンズ、ナムジュン・パイク、ベン・パターソンらが出演した。このコンサートは評判を呼び、翌1963年にかけてデンマーク・イギリス・フランス・ドイツ・オランダの 各都市を巡回した。まるで、ハーメルンの笛吹きのように、各国の現代美術家たちを刺激し、巻き込んでいった。マチューナスは、その最中の1963年2月に、フルクサスを、反芸術主義による芸術共同体として、まとめ上げようとマニフェストを書き上げたが、社会的、政治的領域までに踏み込んだ、過激なアーチ文に賛同する者は一人もいなかった。 フルクサスは自らのイベントをハプニングと区別していた。イベントはスコアに基づき特定の行為を明確に行うもので日常的なものを芸術の舞台に持ち込み、その垣根を壊し日常に芸術的なものを持ち込ませるという反芸術的な意図を持っていた。すべてのコンサートが終了した後、マチューナスはニューヨークのキャナルストリートに今日構えた。 そして、フルクサスの名簿の作成、コンサートの企画、運営、新聞の作成、フルクサスメンバーの作品を様々な形態で販売するなど、猛烈な勢いと溢れんばかりの情熱でフルクサスを芸術グループとして組織していった。また、世界をいくつかの区分に分け、それぞれの区分に統括責任者を置き、自らはニューヨーク本部のチェアマンとして君臨し、 1960年代後半には、自らの建築の腕前を活かし、ロフトを改造し、内装を整え、芸術家に廉価で売るという事業、フルックスハウジングコーポレーティブを行い、双方を芸術家の街にするきっかけを作った。日本人では、小野陽子、竹光徹、市柳里小杉武久、潮美恵子、利根江翔、吉和だらがフルクサスに参加した。 初期、フルクサスは、創始者であるジョージ・マチューナスと、その賛同者である芸術家たちという二つの軸を持っていた。マチューナスは、芸術共同体を無双し、芸術家が創作活動に没頭でき、自由に作品を発表できる土壌を整えたが、芸術家はインフラにただ乗りする形で、結局、芸術共同体としての道は歩まなかった。マチューナスはその夢を果たせぬまま、 1978年に死去する。彼は晩年、フルクサスは結成後数年すると、グループの名前というよりも一つの生き方、物事のやり方を指すようになってしまったと、回想していた。マチューナスの死後、フルクサスに興味を持つ研究者や、グッズコレクターが現れ、その需要に応える形で、世界中で講演を続けている。ありがとうございます。